さあ、ロマサガーレースやっていきますということで、今回は結構重要な公式生放送だったんでね、久しぶりの公式生放送の感想をね、言おうと思います。結構ね、期待していたんで、どうなんですかね。もちろんね、新章スタートしたこと自体は全然いいんですけど、今回は主人公5人ということなんですかね。てっきり2人だと思ったんですけど、でも個人的にはあまりキャラクターデザインはね、あまりサガっぽくなくて好きではないですね。時代のせいなのかもしれないんですけど、鳥山明とかさ、ハンター×ハンターの富樫さんとかさ、この世代の人たちがすごすぎてさ、ゲーム業界のイラストレーターとかもさ、なかなか現れないっすよね。なんて言うんだろう。過去の遺作を超えられないっていうかね。個人的にはそれがちょっと気になってますね。特にゲーム業界が顕著だなっていう気がしないでもないですけどね。漫画はどうなんですかね。有名なやつは知ってますけど。でも有名な漫画でもやっぱ昔の偉人たちのキャラクターデザインに比べると個人的には劣ってるように見えますけどね。でもね、新章来たこと自体はね、本当に素晴らしいと思うんで。だから今回はさ、大型アップデートっていう名目だったんでね。さぞかし新章以外もね、すごいアップデートあるのかなって思ったんですけどね。率直な感想を言うと、新章が来ただけって感じでしたけどね。自分がすごい期待していた内容とは程遠い内容でしたしね。忘れてましたけど。初日以降忘れてましたけど。この新しいこの育成要素。この大成績の洞窟っていうやつね。違うでしょって思いますけどね。他のゲームでいうね、遠征みたいな感じですよね。でも個人的な感想としては、ユーザーが期待していた育成要素とは、ちょっとだいぶかけ離れていたんじゃないかなと思いますけどね。この大成績の洞窟ってやつね。まだ始まったばっかりなんでね。どれくらいの育成の感じなのかちょっとまだわかんないですけどね。大変さ。例えば自分がやってるゲームだとグランブルーファンタジーだと、やっぱ10点集みたいなさ、もう配下禁止者でもなかなかたどり着けない育成要素っていうんですか。やっぱああいうのが1個くらいあってもいいかなと思いますけどね。だから本当にね、自分は今回のアップデートすごい期待していたんですけど、他のユーザーさんがどういう風に思ってたかわかんないですけどね、自分はすごい期待外れだったなと思います。自分が一番注目していたのはやっぱりね、改善なんで、その改善関係が本当になかったなと思います。もうむしろ全くなかったって言いたいくらいなんですけど、一応絞り込みにね、実ランクの絞り込みができたんでね、全くなかったっていうわけじゃないんで、これはいいと思うんでね。ただこれ別に大型アップデートとは言えないと思うんで、こういう絞り込み機能はね、自分も要望を送ってるんでね、どんどん拡充していってほしいっすよね。一応自分が要望しているロマサガーレース、ロマサガーレースはもう2年くらいこの要望リストから変わってないと思いますけど、一応ここに貼っときますけど、自分はこれをアンケートとかに送っている要望改善一覧ですね。その中でも今日ね、この3点に絞って話そうと思うんですけど、ロマサガーレースもね、だいぶ売り上げランキングもね、順調に落ちてきていて、急速にね。だから今回のね、改善とかに期待していた人多いと思うんですけど、自分はね、ずーっと要望を送ってるんですけどね、この改善をしないと、ロマサガーレースはもうスタートラインにすら立てないと思ってるんで、本当に運営さんにはね、やってほしいと思うんですよ。もう本当にもう自分もう3年くらい行ってんじゃないかな。自分はもう2、3年くらいね、ロマサガーレースは全力応答以外でプレイしたこと一切ないんですけど、その理由っていうのが、今は継承とかあんまりないと思うんですけどね、昔継承って結構大切だったんで、何かを継承させて技をね。で、高難度ってさ、何回も何回も死んでやり直して死んでやり直してって繰り返すじゃないですか。それなのに、毎回毎回この技をスクロールさせるのがね、すっげえ不快なんですね、自分の中で。通常攻撃なんてさ、この技リストとは別にさ、どっかここら辺にね、通常攻撃ボタンあればいいし、通常攻撃抜きにしたらさ、継承させたって技4個しかないんだからさ、これスクロールする必要ないじゃないですか。4分割すりゃいいじゃないですか、このマス目を。いちいちこれをね、スクロールするのが本当にね、自分時間の無駄。これが本当に嫌で嫌で、全力応答以外でやらないって決めてたんですけど、これね、要望ずーっと送ってるんですけど、未だにやってくんないですね。高難度っていうのを考えると、自分はこれがね、1個っすね。もし何かの理由があって、どうしてもこれ一括表示できないんであれば、もう全力応答の時に、今オーバードライブだと〇〇みたいなさ、アビリティだったりスキル持ってるキャラクター多いじゃないですか。だからね、全力応答の時にね、オーバードライブ自動発動。この2個のどっちかだけでも早急にやるべきだと思います。っていうのをもう何年も言ってるんですけど、もう市川さんにも直接ね、コメントしたくらいなんですけど、返事ももらったんですけど、未だにやってくんないですね。まあ、あとはね、技のオンオフ。これもずっとリリースから言ってますけどね、技のオンオフですよ。この3点ですね。こう、スキルの一括表示と、全力オートでオーバードライブ。あと、技のオンオフ。まあ、前者2つはどっちかでも最悪いいですけど、まあ、とりあえずどっちかはね、早くやんなきゃダメだなと思いますよ。まあ、理想はこの3つ全部ですけどね。自分は本当にね、これを改善しないともうロマサガ RS はね、スタート地点にすら立ってないと思うんで、早くやるべきだと思います。もうね、2、3年くらい行ってるんで。っていうね、こういうスケーニアプリにはいつもね、こういう改善をずっとね、送ったりね、動画出したりしてるんですけど、結局改善してくれないままね、刷新していくんですけど、ロマサガ RS は長く続いてほしいんでね、早く改善してほしいですよね。この3つをまずやってから、そっからですよ。バランスの、なんか今バランスいろいろおかしいじゃないですか。自分は今全力オートでしかやらないからあれですけど、まあ、細かく話すと長くなるんで別に話さないですけど、まあ、あらゆるバランスが結構崩壊してるじゃないですか。そういうのをね、ちゃんと改善するためにも、先ほど言った3点ね、早くやるべきだと思います。このままだと本当にね、ロマサガ RS はね、どうなんだろう。新章開幕して売上ランキング今月どうなんですかね。ちょっと見てみましょうか。まあ、石の配布が多いっていうのもあるのかもしれないですけどね。新章開幕したのにあれですね。自分が今まで見た中で今一番悪いかもしれないですね。まあ、配布が多かったからね、ちょっとなんとも言えないですけどね。ただまあ、ロマサガ RS でもね、過去に話したことあるし、他のスケーニゲームでいつも話してますけどね、スケーニアプリ初手の悪いとこっていうのはね、その中でのロマサガ RS っていうのは、以前はね、改善結構放送のたびにしてくれて素晴らしい運営だったんですけど、ここ1、2年くらいね、なんか全然改善関係やってくれなくなっちゃって、そっからがやっぱりロマサガ RS のこう、加工の始まりですよね。やっぱ改善っていうのが一番やっぱり大切だと思うんで、こうアプリ初手って。まあ長くサービス続けてるゲームとかさ、まあ、例えば10周年のさ、ドッカンバトルとかさ、グランブルーファンタジーとかさ、未だにすごい改善ね、すごいしてくれてるし、あと普通に派遣を取ってるね、いろんな上位のゲームアプリあると思うんですけど、みんな共通して言えるのが、やっぱり改善がね、定期的に行われてるっていうのがあると思うんで、まあ、だからここら辺がやっぱスキーニーゲームがやっぱりアプリ初手がダメな点ですよね。まあストーリーとかね、新キャラとかね、こう、ゲームのバランス調整とかも大切ですけど、やっぱり遊びやすさの改善がね、一番大切だと思うんでね。スケーニアプリにはね、頑張ってほしいですけどね。自分もっとね、ロマサガ RS は大丈夫だと思ったんですけど、自分が想定していた以上に、ちょっと加工が激しくて、ちょっと運営さんにはもうちょっと危機感を持ってね、改善に取り組んでほしいなと思うんですけどね。ロマサガ RS っていうのは開発の暁じゃないですか。自分ドッカンバトルもやってるんですけど、ドッカンバトルっていうのはやっぱりメインコンテンツは高難度なんですよ。ロマサガ RS も多分そういう感じでやりたいと思うんですよ。ユーザー高難度を楽しんでほしいみたいな感じだと思うんですよ。そうするのであればね、先ほど言った通り、いちいちこう技をスクロールさせて選ばせるんじゃなくて一括表示するくらいのね、改善はもう2、3年前くらいにやってておかしくないくらいの改善なんで、早くやるべきだと思います。そんな感じで、ロマサガ RS がね、長く続くために、もう絶対にやるべき改善3点。まあもう2、3年くらい前にも同じ動画出してますけど、改めてね、話したいなと思います。ちょっとロマサガ RS ね、ちょっと危険なラインに入ってきましたが、いや、マジで運営さんに届いてほしいですね、この話。本当にこの3つ早くやんないとね、自分ロマサガ RS はね、本当にちょっともう取り返しのつかないところに行っちゃうと思うんで、頑張ってほしいなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。